んばんは、桂由美マギーズサロンにようこそ。さあ、植草美幸の東京恋婚アカデミーの時間がやってまいりました。植草さん、こんばんは。こんばんは、植草美幸です。はい、植草さんは、はい、東京青山にある結婚相談所、はい、マリミーの代表を務められているということで、はい、近々婚活セミナーがあるということですね。はい、そうなんです。はい、3月26日13時から、はい、そうですね、13時から、はい、私の相談所マリミーで、はい、青山の方でということで、はい、そのよく婚活セミナー、その青山 の、 そのマリミーの方でされているということなんですが、はい、どんなこと、婚活セミナーってどんなことですか？要はですね、その今現在婚活をしているどっかの相談所に入っている情報サービスを使っている、はい、だけれども何年も結婚できてない人って結構多いんですね。それからこれから始めたい、どうやったらいいのかなっていう人たちがどうしたらいいかわからないんですね。なので、正しい婚活方法を教えしたり、それ以前に今の現状の婚活ってこうなってるよ、結婚事情ってこうなってるよっていうことを数字を入れて、はい、お話しです。でも30代の女性の未婚率ってどのくらいなんですか？はい、30代は、30代はっていうかですね、4人に、じゃあ7人に1人ですか？一生独身です。一生独身です。で、2030年になると、5人に1人一生独身になります。と言われてるんですか？男性はもっと早いですよ。今現在は、男性4人に1人が一生独身で。そんなにいるんですか？で、2030年には、3人に1人、本当に結婚氷河期です。結婚できない、35歳の女性で今彼がいないということになったら、この先結婚できる確率って、10人に1人です。あ、ごめんなさい、100人に1人です。35歳から39歳までで、今彼がいなくて10年後に結婚できている確率、100人に1人です。やっぱりその年を重ねれば重ねるほど難しくなるっていうのはもう、ね、如実に表れている感じなんですか？なんでそんなに結婚しなくなっちゃう？いろいろ事情がありますけど、はい、やっぱり昭和の時代っていうのは割と結婚してましたよね。10人に8人は結婚してたんですね、はい、30代、はい、30分まで。でそれは女性が自分が女性であること、それから、男性に、まあ、占有主が多かったんで、男性に何て言うんですか、見初められないと結婚できないっていう、なるほど、分かっていたので、女性が女らしかったり、女性アピールが上手だったんですよ。まずそもそも自分を売るのが上手だった。そうそう、上手だった。だから女らしかった、優しかった。で、平成になってきて、まあ、高学歴で、女性も社会進出してくると、男社会の中でバリバリと働くようになったので、仕事も楽しい。で、負けるもんかって頑張ってきた。そしたら思い鎧がどん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 ついて、気がつけば35歳。っていう風になると、もう結婚がほぼ難しいってことになるので、でもかその婚活セミナーでは、はい、そういった方もいち早く結婚をそうです、そうです、してもらおうという、はい、そうです。ただ、今私の相談所では2割の方は2割以上は40代なんですよ、女性の、はい、そのぐらい晩婚型にもなっていて、で晩婚型でもまあ2つあって、第2回目の、なるほど、はい、でそういう方はもう早いとっとと再婚してきます。というのは、男性がどんなものなのか、どういうふうにしたら喜ぶのかとか、あとセレクトする、その男性を選ぶのがお上手、堅実っていうことですか？そうです、もう一回ね、いろいろ見てきて勉強してるの、でそうじゃなくて、もう初めて勉強する、だけれども、なんていうの、ぶら下がらないんですよ、男性に。はい、先週言いましたっけ、その男性なんだから自分に召し上がった方までダメだとか、誘ってこなきゃいけないっていう考えではなくって、はい、本当に平等に考えている、場合によっては、女性、男性の方が若いとか、男性の方が年収がうんと低いっていうような、昭和でいうと逆の結婚パターンなんかはどんどん増えてきます。じゃあまだ諦めることなかれという感じですかね。一昨年から私はそのアラフォーの婚活を始めたんですよ、はい、それまでは35歳ぐらいまでしかやってなかったんですよ。あ、そうなんですね。でも2年前から始めたら意外とですね、いい感じで成功率が出てきたので、これいけると思ってテクニックを見つけてですね、やってます。そう
感じです。今日もね、実は36歳、はい、OL さん、悩める OL さんからこんなお便りいただいてます、はい、こんばんは、植草さん、いつも楽しく聞いています、はいはい、これまでこの方、結婚相談所に3箇所、はい行ったそうなんですね、はい、多いですね、多いパターン、多いですかね、やっぱりね、はい、で今4カ所目のところにいらっしゃるようなんですけれども、はい、でそのプロフィール写真っていうのがどうもあるんですかね、はい、結婚相談所、はい、でそのプロフィールのところに、料理が得意で、はい、というふうに書いてあると、はい、でも実際は料理はこの方できないそうなんですね、はいはい、で、お見合いをしたら写真ともちょっと印象が違うねと、はい言われてしまいましたね、はいはい、会うと、まあ、会ってもうまくいかないということなんですけれども、はい、このまま活動しても大丈夫なものなんでしょうかっていう相談なんですが、はい、36歳でした、ね、36歳の OL さんですね、はい、36歳でお料理ができないのもそもそもダメなんですけど、はい、36歳の見せ方がですね、ちょっとやんわりふんわりで20代のお嬢さん方と同じように見せてもそこはダメなんですね。ブランディングがちょっと違う。その方の36歳のいいところをもっともっと見せてあげて、例えば何か資格を持っているとか、うん、例えばドクターだったり看護師さんとか獣医師さんとかっていう資格があるとか、うん、学校の先生とか公務員さんとかっていう、こうもっと見えたプロフィールを作ったらいいと思うんですね、うん、おそらく料理が得意とかってふんわりしているので、であれば20代の方がいいねって男性が思っちゃう。30代この方でしたらね、その、まあ、今 OL さんということなんですけど、どんなプロフィールが一番ですね、私のところではブランディングっていうのを使えるんですね、はい、で今先ほどの質問のように全然違う雰囲気だねって言われちゃうっていうのは、うん、写真が違ってもいいんですね。写真は作ってますから、はい、メイクをいろいろしたり、うん、カメラマンがいろいろこうね、なんてこの手で奇跡の一枚を撮るので、はい、違っていいんです。それはオーディションなんで、うん、ただ会った時10分喋って印象が違うなっていうのはプロフィールが全然違うと思うんです。だからごまかしてると思ったけど、そうそうそう、実際は結構活動的だとか、そうそうそう、気が強いとか、うん、しっかりしてるとか、自立してる、でも文章はふんわりやんわり、お料理が好きです、お休みの日は猫とどうのこうのとかね、お散歩してって書いてるとあれってなるじゃないですか。でもなんか私もね、イメージ的にそういう方の方がなんかこう申し込まれやすいんじゃないかとか、それはね、若いうち、35、まあ、過ぎた頃から、うん、そんなふんわりやんわりしてたら何をどうやって何を考えて生きてきたって男性で思います。今の今まで、はい、でそれが一度結婚されてみてお子さんを産んでれば別に、お子さんがいて、あ、子育てしてきたんだな、結婚生活があったんだな、だったら分かるんですけど、もう今と昔は本当に違うので、36まで何してたんだろう、料理だけしてたんだろうか、男に持てなかったんじゃないかって逆になっちゃうんですよ。だからその例えば昔はね、離婚していると部活が悪いとかいろいろ言われてましたけど、逆なんですね。一回もしてなかったら逆になかったんじゃないかな、モテない、男性にモテない何かがあるんじゃないかなと逆に言われる時代にもう少しずつなってきます。というか、じゃあそんなにこう料理上手とかっていうのをそんな前面に、料理も、ね、この36歳の方できないそうなんですが、料理できなきゃダメなの、そもそも。そうそう、料理できるのは当たり前、はいはい、でそれを別にアピールしなくてもいいんでしょうという。そうなんですよ。で男性も別にそんなに料理ができるって大して求めてないし、っていうか当たり前だと思うんですか。植草さんなどはこうそのプロフィール写真だったりとか、そのプロフィールを見たときに、あ、この人モテるだろうなっていうのってすぐお分かりになったりするんですか。うまい書き方が、書き方がうまいって私たちがいろいろね直すんですけど、はい、まあ、写真は本当に綺麗に撮ると当たり前ですね、はい、まあ、200% ぐらいの写真を撮りますから。どういう、ね、情報があるんですか、そのプロフィールっていうのは、ね、お写真と、そうですね、名前とかにしておくことなくて、まず生年月日、出身地、勤務地、都道府県ですね、あと職業、それから身長、体重、血液型、体重ですね、そうですね、身長、体重、うん、なぜかというと、体っていうのはとっても大事なことです、ね、それってごまかしてもいいんですか。それはダメです、基本ダメですよね。ダメなんですか。ちょっと頑張るか2キロとかはいいですけど、どう見てもこれ嘘だろうっていう体重ですね。要は男性は女性のこのね、視観で目で見て、見た目が好きなんですよ。
だからちょっとポチャっとしてる人が好きっていう男性はもうポチャじゃなきゃダメなの、でスレンダーな女性が良ければ細い人、スタイルがいい人がいいっていう人は絶対そこじゃなきゃダメなんですよ。だからもう見た目で決めちゃう男性、身長体重、身長体重、血液型、趣味が3つぐらい、あと資格があれば国家資格いろいろ書きます、それから、家族構成、お父さんお母さんのご兄弟、お父さんお母さんの、ご兄弟の学歴、職業で、どこに住んでらっしゃるか、あと同居なのか別居なのかと、あとプロフィールですよね。それも全部、全部な全部載ってるんですよ、写真と。写真も1枚だけじゃなくて、上半身、全身、場合によっては、自分が働いている時のシーンとか、好きな食べ物のお料理のシーンとか、ワンちゃんと遊んでるシーンとか、自分の好きな車とか持ってて、バババババ。で、人となりを大体そこで分かって、で、マッチングが、自分はこんな人です、朝、パンを食べます、ご飯を食べますに質問をずっとしていて、じゃあ、あなたは会うのはこの人ですよ、みたいなものが出てくるんですよ。だからこの方と会うので、申し込んだらどうですかみたいなのがコンピューター上で出てくるんですよ。申し込むのって何人に申し込んでもいいんですか？それは会社によって相談所によって違うんですけど、私そのところはコースが2つあって、ベーシックのコースは月20で、私のコースが40、例えばね、20人申し込みます、そしたらそのお相手に、まあ、じゃあ例えば南蛮さんがお見合いの予報が来てますみたいなのが出てくる。あの相手の男性は申し込まれた女性のプロフィールを見れるんですね、今言った。で、その中で会いたいなと思ったら OK をするんですよ。申し込まれて OK してそこで初めて成立。で、20人申し込んだからといって20人 OK するわけがなくて、おそらく36歳ぐらいでどんな方に申し込んだかによりますけれども、20人申し込んでも1人2人ですよ。まあそれそんなもんです。私と一緒に申し込んで5とかで、場合によっては違う、もう見てるところが違いますから、ネット上でね、パソコンでこう検索していろいろ入れていくと、だん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 オークションみたいになっちゃうんですよ。なんかすぐカートに入れたくなっちゃいそうですよね。オークションとかね、買い物の場合は自分の財布の中身分かってるじゃないですか、だからいくらでっていう数字的じゃないですけど、オークションですからいくらってなるんだけど、相手を選ぶときってもう無限なんですよ。それこそ年収1億の人もいるわけですから、ご自分の年収が400万でも、だん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 800万、1000万、2000万っていって、どん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 年収が上がっていく。で、男性のお顔も出てますから、わ、この人素敵、イケメン、イケメン、イケメンってどん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 なっていく。そしたら、眺めてるだけで楽しそうですもんね。そうそうそう、夢のような人ばっかり申し込んで、気がつけば1年も同じことやっている。OK は1人も出ないってことになりかねないんですよね。そのためにアドバイザーっていうのが、いやいや、これはやっててもしょうがないですよね、現実を見ましょうねってことで、例えばじゃあ年収をいくら下げましょうとか、身長を何センチ下げましょうとかってやっていくと、何千人とのことのこと、何百、何百か何千何万ってなってます。6万人いますから。6万人。男女比ってどう思うの？男性が 40%、女性が 60%。会員さんは多いんですよ。今も女性が正直、結婚したいしたいって余っちゃう。男性の方が奥手で引いてます。結婚って感じ。平均何歳ぐらいの方がどうでしたっけ？ですね、まあ、相談所によって様々ですけど、その結婚相談所に入る連盟というのがあって、そこに6万人います。1100歳ってますけど、平均して女性は30代が違うんですね。7割が女性、30代。で、男性は35から40ぐらいが違う。でもちょうど結婚するにはちょうどいい年頃の層が集まってますね。ところがここはくっつかないんですよ、この層。同い年がくっつくことはないんです。35歳の男性だったら28とか、35の女性だったら上になります。もしくはその女性が持ってるものがたくさんある、例えば、国家資格ドクターとか弁護士とか司法書士とか会社経営とかってことになってくると、男性の年収がうんと低くて今年がうんと若いとかっていうふうに、男女が結局同じですよね。今合わせば男性ここ女性がこっちはこういう感じ、スペックで言えば、だから昔の一つだけの種類というのはもうないんですよ。
それを言うならば20代の早いうちにやっとかないとこういう結果もない。もうね、まあ、年だけは減らすことできないじゃないですか。じゃあこの36歳の方、まず写真撮り直した方がいいんですかね、このプロフィールの。いやいや、写真はね、もう多分上出来だと思うんですよ。相当いい、うん、オーディション用の写真だと思うんですけど、やんわりふんわり描いてるから、この方のもっと情報を知りたいんですけれども、例えば本当に有名な、ね、企業で働いてる、ゆる企業で働いてるんだったら、上場企業のどの子のって書くとか、もしくは資格をお持ちだったら、その資格を書くとか。就職の履歴書みたいなイメージですか？そうですね、もう今の本当に釣り書じゃないんですよ。釣り書とか新人書ってふんわりしたものじゃなくて、で私はこんな生き方をしてきましたよっていうのを出さないとダメで、もその出してる相談所は日本にここうちぐらいしかないんですよ。私どもぐらいしか。あとはみんなこの方のようにやんわりふんわりいつまでも昭和の結婚やってるんで結婚できないんですよ。料理上手、子供が好き、とかそういうのが多い。そんなのはもう通用しない。それは20代できて当たり前。それ以外にあなたは何ができるですかってことですよね。結婚相談所の中でもそれだけ6万人もいたらそれだけの競争ですよ、本当に競争。じゃあもう明日にでも結婚したい人はまずはマリーミーって調べてください。マリーミーで、マリーミーで成婚率 60% ですか。だって6万人もいるんですもんね。そう、1人はいますよね。1人いればね、1人ってことないですよね。でも結婚するのは1人ですよね。はい、だから早い人は、最高過去で一番早い方は入会から大会まで、成婚大会まで8日間。8日間が一番早い。次が2週間、その次3週間。変な話ですね。8日間。はい、8日間ですよ。うん、おいくらか。その人は、入会金はね、私どもはそんなに高くないんで。入会金初期費用が10万円。で、毎月1万5000円。で、お見合いお一人ご紹介して4900円とか。で、そこらだと正直赤字。だけど結婚したらお礼という形で成婚料というのをいただいています。まあ、28枚ありがとうございました。はいはい、それぞれが払うということです。うん、それぞれ所属している相談所が、それぞれが女性は女性、はい、で相談所によっては本当にお高くって、入会の時に20万とか30万で、お見合いするのもお一人1万とか2万というところが多いです。そお見合いのレストラン代ですか、お茶食事代。お見合いをするときは男性さんが全額お支払いします。決まってますで、だから男性はすごい消極なんですよ。ですよ、ね、だから消極的なの今。そんなにあってもね。そうなんですよ。1日3人お見合いがあったら、もし1万円のお見合い料だったら3万円ですよね。3人お会いします、うん、はい、でお茶代が例えばどこどこホテルのラウンジってことになると、お茶代が1800円、2人で、サービス料が入ると4000円で、3人お会いしたら1万2000円と、さっきの3万円で4万2000円1日かかっちゃう、となると消極的になりますよね。だからお見合い料が5000円ぐらいの安いところの男性だったら早いですよね。うちは早い。男性は入ってきたら半年以上の人はほとんどいないです。とっとと決まります。やっぱじゃあその一口に結婚相談所って言っても、入会金とかそのお見合い料とか、まあ、それぞれまた違うっていうことなんですね。あとはもう成婚料がとにかく全国っていうか、その店舗によってバラバラなんで、平均は 10% から 15% です。で、私ども 60% なんで、そういう成婚率の高いところを探して、代表者がどんな人なのか、どんなことを発信しているのかっていうのを見て選んでいかないと。どこにしてるのと同じ。この方3件って言うんですよね。もうこう参加して今4箇所目ですよ。そうそうです、はい、そしたらもう数百万使ってますよ多分。なので1週間で決まればそれこそ十数万で、はい、ね、1ヶ月で決まれば十数万だし、1ヶ月で決まっても、なんだかんだで30万40万ですよね。でもこの方3箇所で何年もだから、多分300万以上使ってますね。なんかその結婚相談所ジプシーみたいな方もいらっしゃるんですね。それが婚活難民が全国80万人。そうなんです。登録してる人は6万人以上いるってことですね。一箇所 の, その連盟で6万人ですから、はい、連盟自体が6つぐらいありますから、はい、それ全部かけても30万人くらいですよね。あと結婚情報サービスが何箇所もありますよね。それ全部出せてもあっという間にきます。あとは婚活サイトっていうのがたくさんあるので。なるほど、なるほど。
またね、その結婚相談所、こう縁がない方はね、なかなかちょっとこう、はい、ベールに包まれてる、ぜひテレビ見ていただいて、はい、私が今密着を取材を受けてますので、はい、ホームページとか、はい、見ていただければいつ何時どんなのも出るっていうのを見ていただけるので、うん、そしたら、あ、結婚相談所ってスタートしたらこんな風になって、こんな風になって、こんな風なサービスがあって最後結婚式なんだって分かると思います。わかりました。じゃあね、ちょっとね、結婚相談所についても聞きたいという方ね、ぜひリスナーの方とか、はい、どしどしね、質問を寄せていただければと思います。さあ、では今週もここまでということで、はい、また来週お会いしましょう。それではさようなら。